重い。岩手県田野畑村。岩手県北部に位置する人口約3800人の村です。東日本大震災による大津波により24人の方が亡くなり、15人の方が現在も行方不明のままです。そんな田野畑村を東京多摩の地から支援している人々がいます。田野畑村を応援する会です。応援する会と田野畑村の間には修学旅行で生まれた絆がありました。今回は遠く離れた東京都日の出町と岩手県田野畑村の心の交流を描きます。東京都日の出町、ここに田野畑村と深いつながりを持つ学校があります。日の出町立平井中学校です。平井中は1987年から94年までの8年間田野畑村で修学旅行を行っていました。生徒たちは漁業や農業を営む家庭にホームステイし、労働体験をしました。田野畑村での修学旅行を始めたのは鈴木仁さん。鈴木さんはかつて平井中の美術教員でした。日本の生活の源を知るっていうね、そういう趣旨だったと思う。田野畑修学旅行のテーマは、まあ、京都ならだったらね、大人になってからでもまた行けることなんだけど、中学時代だからこそなんかこの時しかできないようなことをね、なんかさせたかったっていうのが思いかな。田野畑村に修学旅行に行っていた平井中の卒業生の方にお話を伺いました。4時に起きて船に乗って昆布を取ったりですとか、あとまあ網を使ってお魚を取ったりっていう、そういう貴重な体験をさせていただきましたね。やった作業は山の中で木を切って、おじさんが木を切ったのを片付けるという作業だったんですけど、俺の中では今の職業があるのはもう田野畑があったって思ってもいいぐらいですから。俺の場合はですよ、林業の仕事してますんで。人生だ。俺はね。だから俺は恩返ししたい気持ちがすごいありますよ。お、すごい。うわ、鳴った。よし、そっち危ねえぞ。こっち来い。震災から1ヶ月経った2011年4月、鈴木さんは田野畑村を応援する会を立ち上げ、日の出町で募金を呼びかける活動を始めました。もう美しい風景とか、そういう場所での思い出っていうのもたくさんたくさんあるわけね。思い出と風景はもう一つになってるわけだけど、今回の大津波でね、かき消された、本当にこれは足運ばなきゃっていう、ね、思いがもっともっと募ったんだけど、2011年8月鈴木さんは田野畑村に向かいました。村は一体どのような状況になっているのでしょうか。盛岡駅から車で約2時間、田野畑村役場に到着しました。よろしくお願いします。大森さんね、役場職員の大森泉さんに被災した島の越地区を案内していただきました。村のシンボル的な存在だった
島の越駅は駅舎の中にあったホームへと続く階段だけが残っています。ここが駅の跡ですね。で、あのホームがあのもう高架橋が、あの津波の力で倒れちゃってますけど、あのホームに上がる階段があれなんですよ。気をつけろよ。鈴木さんは5ヶ月前に津波が襲ってきた浜辺に向かいました。いやいやいや、すごいよね。すごい破壊力。鈴木さんはある人の元へ向かいました。畠山忠雄さんって、あの最初から修学旅行受け入れてくれた親父さんなんだけど、漁師の畠山忠雄さん、20年ぶりの再会となりました。同じく漁師の広内喜平さんにも会うことができました。8月現在、仮設住宅で生活している2人、津波で家と船を失いました。いやいやいや、みんな心配してたの。やっぱり卒業生が修学旅行来てたの。鈴木さんは日の出町で田野畑村を応援する会が立ち上がったことを畠山さんたちに伝えました。みんなの子は高さつのがくださつまんだって初めて感じたがね、頑張ってやっていかねばなんだけどね、これまで這い上がってきたもの、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。忠雄さんの喋、ることも一生も本当にね、俺たちの先生だからね。何の先生？ん？何の？人生の先生。だから田野畑通うのよ。あ、ダメだ。田野畑村から帰ってきた鈴木さんは新たな活動を始めました。多摩地域のイベントで田野畑村の物産を販売する。田野畑村を長期的に支援していくための取り組みです。多分椎茸農家のお家のところにホームステイさせてもらった記憶があります。はい、私あの修学旅行でお世話になったので、お返しできるかなと思って参加させていただきました。そういうことを子どもたちがやっぱり感じ続けられたっていうのは、強烈なやっぱりこの旗の体験はインパクトがあったんだと思うの。何が大切かって、やっぱり人だよね。出会った人たち、田野畑のね、と田野畑の自然と、その20年前に戻ったような気持ちで付き合っていきたいって思いました。絆が続いていく限り、復興への思いが途絶えることはありません。田野畑村を応援する会は、これからも田野畑村の人々と共に復興までの道のりを歩んでいきます。